歩いて稼ぐウォークトゥーアンアプリスウェットコインを開設します。このチャンネルでは無料マイニングや無料で暗号通貨がもらえる情報をお届けしていますので、ぜひチャンネル登録いただいて情報をキャッチしてください。はい、こんにちは、ハチノです。今回はウォークトゥーアンのアプリスウェットコインの、アプリとねトークンについてお話をしていきます。で、このスウェットコインなんですけれども、ここ2、3日ですね、いろんなね暗号通貨関係の YouTuber さんが取り上げてかなり話題になっているようです。で、私のねこの YouTube の投稿にもね、このスウェットコインのね解説動画作ってくださいっていう感じで、こうね3つもコメントいただいたり、あと LINE アットの方にもね、スウェットコイン取り上げてくださいということで、はい、依頼が来ましたので、かなりね今結構有名なね、YouTuber さんが、おすすめしたということで、一気にね、みんな追従している感じで、私もね、それに乗っかるっていう感じですかね。はい、じゃあ早速ね、いつものように解説していきたいと思いますけれども、まずね、まとめたもの、はい、見ていきますけれども、スウェットコインですね、ウォークトゥーアーンということで、歩いて稼げるアプリになります。で、スウェットコインっていうね、これが夏に上場予定なんですけれども、一応ね、SWC という単位ですね。1000歩ですね。1000歩で1SWC がもらえますと。で、最大で1日1万歩分ね、上限でもらえますよというのと、あとですね、2倍ブーストというので、1日1回ね、この20分間だけブーストできる機能がついていて、この間だけね、SWC が2倍になって獲得できるということなので、私なんかもね今コロナでね運動不足なので、夕方毎日2、30分走ってるんですけども、そういったねランニングする時とかにねこのブースト使うとちょうどいいかなと思って、はい、使おうと思っていますと。はい、あとねデイリーリワードということで3つぐらいタスクがあって、広告視聴すると、SWC ゲットできますよと。で、さらにね、紹介でも SWC がゲットできて、紹介者とね、登録者、それぞれに SWC がもらえるということです。で、この SWC なんですけれども、今現在は上場してないので、お金に換えることはできないんですけれども、このマーケットプレイスアプリの中にあって、いろんなね、商品とかギフト券ですね、Amazon ギフト券とか、あとは昔はね、スポーツ関係のグッズが多かったんですけども、最近はこういったね、ギフト券も増えてきたということでね、そういったものに交換可能ということです。で、このスウェットコインとしては、2022年夏に上場予定ですということで、ギフト券に変えずにそこまで貯めといて、上場後に、ビットコインなり、他の通貨に変えるということも可能になるかもしれませんと。はい、で、もともとですね、イギリス発祥のアプリなのかな、多分ですね、ムーブトゥーアンの一番最初のアプリなんじゃないかとね、言われてるくらい、老舗というかで、2016年くらいに、始まったアプリで、で、当時はですね、英米圏でしかアプリサービスしてなくて、ブログとかを見ていくと、日本の留学生の人が向こうでこういうの流行ってんだけど日本では使えない、使えるようになったらなみたいなブログはね私も見つけたんですけれども、はい、なのでムーブツーねアプリとしては老舗のものになるのかなということで、そういったこともあってですね、後で解説しますけれども、スポンサーが結構ねビッグなスポンサーがついているので、かなりですねもう肝入りっていうかね、ムーブトゥーアーンの中では多分その今ねステップンとかかなり話題になってますけれども、そもそもこのスウェットコインがムーブトゥーアーンの走りなんだよというところはね覚えておいて損はないのかなと思います。はい、でですね、注目はここですね、イギリスの政府系のこれ何ですかね、デジタルヘルスロンドンっていうことで、政府系の健康増進活動みたいな感じですかね、そういったところからもねバックアップを受けてるということで、かなりね力があるんじゃないかと思います。はい、でこちらがですね、まずは歩くだけでお金が貯まりますよということと、もっと歩いてスウェットコインをさらに獲得しましょうとね、歩けば歩くほど、コインがもらえますよと。たまったコインでね、マーケットプレイスでシューズを買ったりとか、昔はね、ヘルス関係のグッズが多かったんですけど、最近はね、いろんなギフト券とかも買えるようになったということでね、使いやすくなったんじゃないかと思います。
はい、で日々の活動をブーストしようと、はい、でデイリーボーナスを獲得しようということで、まあ、3つくらいねタスクがあるそうなので、はい、ただね開けばもらえる、広告見ればもらえるっていうのと、あとはね500歩達成したらいくらあげますよ、1000歩達成したらいくらあげますよみたいなタスクだったり、まあ、日替わりでね変わるような感じだと思います。で獲得したコインや報酬を確認できますよと、はい、でスウェットコインフォーグッドに寄付しようということを、やっぱりね英米のまあアプリということで、結構こういった動物愛護団体への寄付だとか、あとはね結構重労働を強いられている子どもたちね、こういった人たちにも寄付をするといった、まあそういうプログラムも結構ね準備されていますということです。はい、でブースト機能ですね、2倍のスピードでコインを稼げるといった機能もありますと。はい、でこちらがですね8月にね上場する予定の、まあ、トークンのお話なんですけれども、これね登録ユーザー6400ってすごいですね。パイネットワークを超えてるんですね。私パイネットワークが一番ねでかいコミュニティだと思ってましたけれども、全然スウェットコインの方がね大きい、多分世界で一番ね、ユーザー数の多いコミュニティなんじゃないかと、はい、思います。これちょっとやばいですね。ね、この夏、まあ、ローンチするということで、ね、歴史上最大の暗号配布になる可能性があります。これまさにそうですよね。パイネットワークを超えるユーザー数がいるということで、はい、多分、ね、世界一、歴史上最大の、ね、イベントになる。まあ、これは嘘じゃないのかなと、はい、思います。でこの投資家が結構すごくてですね、まあね、もうすでに OKEX の子会社が、まあ、バックアップについてるっていうことは、もうね OKEX に上場するんだろうというところがね、これは明らかですよね。であとウォレットなんですけれども、ニアファンデーションとね組んでるということで、まあ、ニアウォレットとね連携するというところが、はい、もうね確定しているお話だと思います。はい、ということでね、早速ここからは登録方法をね解説していきたいと思いますけれども、はい、いつものようにね QR コード読んでいただくか、もしくはね動画の概要欄に URL 載せておきましたので、そちらをはいタップしてアクセスしてください。はい、そうしましたらですね、こんな感じでね出てくると思います。ちょっとですね、私ね名前、テストのGoogle アカウントで登録したら蜂のテストでそのまま登録されちゃったので、まあこれでねやっちゃってますけれども、はい、で真ん中にですねアクセプトインバイトとありますので、こちらをねタップしてください。はい、そうしましたらね、Google プレイもしくは、Apple プレイですねの方から、はい、ダウンロードしてください。で今回私はね、Google プレイの方でダウンロードしたので、まあ iPhoneの方もねそんなに違わないと思いますけれども、一部ね、Apple だと Apple ID でねログインしたり、 Google Play の人は Google 認証だったりと、その辺の違いはありますけれども、基本的には大体同じだと思います。はい、はい、まずはねアプリ立ち上げると Google 認証ですね、 Google でサインインしてくださいと出ますので、はい、 Google 選びますと。で私はですね Google、まあ、2つ今登録しているので、まあ、どちらか選んでねって出てくるので、まあ、テストの方を選びましたと。はい、そして、まあ、スウェットコインにログインしますということで、まあ、このね選んだアカウントで登録しますよということで、はい、こちらを押しますと。はい、そうしましたらですね、こんな感じでね出てきますと。でまあ基本的には気にせずにね、どん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 アクセプトとか許可とか次へと押していけばいいんですけども、一応ね確認しながら、はい、見ていきたいと思いますけれども、ね、まずフィジカルアクティビティにアクセスしてもいいですかって聞いてくるので、はいね、身体活動データのアクセスを許可しますかと、はい、許可で次へと、はい、そうしましたらですね Google Fit に、ね、アクセスしますかということで出てくるので、はい、まあ、ここもね選んでいただければいいと思います。で、Google Fit については動画のね一番最後にね登録の方法を解説してますので、まあなくてもいいと思うんですけども、まあせっかくなのでね、まあフィットネスということで Google Fit もこの際入れましょうという方はですね、一番最後の動画までね見ていただけたらと思います。はい、そうしましたらですね、スウェットコインが Google アカウントでアクセスをリクエストしますということなので、はい、許可を押してあげましょうと。はい。でまたですね、ここはですね、歩数カウントを
アクセスしていいですかって聞いてくるので、はい、こちらをタップしてくださいね。タップしてもですね、画面が変わらない時がありますので、その時はですねスキップを押していただいて構いませんね。ちゃんと連携できてると思いますので、押しても変わらなかったらスキップで次の画面行ってください。でまた今度ここはですね、歩数カウントを使うと、まあバッテリーセービング機能ね、無効にしないといけませんよと聞いてくるので、まあ、ここはねディアクティベートというところでこちらを選択していただければいいんですけども、多分ですね押しても変わらない時があるので、その場合はねまたスキップを押していただければ、はい、次の画面に行くと思います。はい、でそうしましたらねこんな画面になるので、ね、最後コットイットと押していただければ、はい、こういう感じで、トップ画面に切り替わると思います。この画面が出たらね設定は終了だと思います。はい、そうしましたらですね、各種の設定をしていかなければいけないんですけれども、はい、歩数がねちゃんとカウントされない場合があると思いますので、その場合はですね設定をねいろいろ見直してくださいということで、こちらにねスウェットコインをセットアップするというのが出てると思いますので、セットアップを完了するというところをタップしてください。はい、そうしましたらですね、まずですねこれすごいんですね、あのスマホメーカーのね機種ごとにこのチュートリアルが変わるような感じで、私はね今回シャオミのスマホを使っていたので、ここをタップするとねこういろんなメーカーのスマホに切り替えられるようです。まあ、多分ねデフォルトで大丈夫だと思うんですけれどもね、他のメーカーの設定を見たいときはこちらを設定してくださいと。はい、でそうしましたらですね、まずはですね、オートスタートの設定を押してくださいということで、ここのね Go セッティングというところをタップすると、皆さんのねスマホの設定画面に移りますので、まあねこのチュートリアルに従って設定していっていただければと思います。で今回私はねこの、スウェットコインのこの自動起動というところですね、ここをまあ有効にするということで設定しました。はい、でそれ以外にもですね、バッテリーマネジメントのセッティングですとか、ロックスウェットコインアザーリセントアップということで、最近使ったアプリに、スウェットコイン設定してくださいとかね、結構いろいろ設定する項目があるので、でこれはね多分皆さんのスマホによって画面とか違いますので、ちょっとねこの動画では取り上げないので、皆さんの方で、はい、このチュートリアルとかね、ナビゲーション見ながら設定していただければと思います。でね多分あの この辺の設定をしていけばうまくね歩数がカウントされるようにはなると思うんですけども、逆に言うとねバッテリーセービングとかをね常時動作とかっていう風に設定するとバッテリー消費がやっぱりね早くなるので、まあ、この辺のバランスはね皆さんの方でね調整していただけたらと思います。やけにねバッテリー消費が早いなと思ったら、やっぱりねバッテリーマネジメントをなるべくこうね、省電に切り替えるとかね、歩数を優先するか、まあ、バッテリーを優先するかっていうところで、はい、まあ、どちらかのトレードオフにはなるとは思うんですけれども、はい、そこはね随時見直していただければと思います。でですね、次がウォレットのメール設定とメール認証というところになりますけれども、はい、まずねこの画面でこういうね UV& フリークリプトということで、セットアップサインアップトゥークレームというねボタンがあると思いますね。これを押してください。はい、そうしましたらですねこんな感じで、まあ、チュートリアルが出てくるんですけれどもね、まあ、夏にね暗号通貨上場するのでカウントダウンっていうことが書いてありますと。でこの辺にねいろいろあの特徴とかが出てるので、まあ気にせずネクストネクストと押していってください。はい、でねこんな感じでスウェットコインの特徴とかがね出ていますので、まあ気にせずねネクストネクストと言って、最後ですねここ Get Your Wallet というね表記が出てきたら、こちらをタップしてくださいと。はい、そうしましたらですね、コンファーム Your Email ということで、メールアドレスこちらにね表示されていると思います。で問題なければねこちらね2箇所チェックを入れて、Send me the code というところを押してください。はい、そうしましたらですね、こんな感じで、Save this email ということで、メールがね、届いてると思います。こちらのね、メールアドレス宛てにメールが届いていると思いますので、そこに6桁のコードが記載されていますので、この画面にね、6桁のコードを入力する画面が出てると思いますので、そちらを入力してください。ちょっとね私の方でスクリーンショットを撮るのを忘れちゃったので、その画面ねちょっと残ってないんですけれども、はい、こんな感じでねメールが届いて、そこにね6桁の
コードが書かれているので、このコードをアプリの方に入力してください。はい。そうしましたらですね、こんな感じで、Congratulations というところで出てきましたら、はい、Get More Sweat というところを押すと、まあ、こういう画面になりますと。はい。で、多分ですね、夏以降、ウォレット、上場して、コインが上場して、ウォレットが完成したらね、こちらの方にチェックがついて、はい、ウォレットで、スウェットコインの出し入れができるのかなと思っています。でちなみにですね、こちらの E メールね、なんか重要なものになるので絶対にね、消さないでくださいってここにね書いてありますね。はい、消さないでください、かつ、これをね他の人とシェアしないでくださいとねいうことが書いてありますので、このメールはね絶対に削除しないようにちゃんとね大事に保管しておいてください。はい、そうしましたらね、大まかなセッティングはもうこれで終わってると思いますので、あとはですね、まあこういったデイリーリワードのタスクをこなしていただいたりとか、あとはね、この2倍ブーストをうまくね、使って、まあね、私のようにジョギングとかしている方は、そのジョギングの時間に合わせて使うのがいいんじゃないかと思います。はい。で、あとですね、有料のね、プレミアム会員、年会費を払うと、まあちょっとね、特典があるようなんですけど、まあ入るとね、2倍のスウェットコインがもらえるらしいんですけれども、まあ、ここはね、どれくらいお得になるのか、コインがね、いくらになるのかっていうところで、まあ、お得度も変わってくるのかなと思うので、まあ、この辺は、はい、皆さんにお任せしますと。はい。じゃあですね、最後に Google Fit のね、登録方法について簡単にね、解説していきたいと思います。はい。まずはですね、Google Play から Google Fit と検索するとね、こんなダウンロードページ出てきますので、ダウンロードしてインストールしてくださいと。はい。で、インストールが完了すると、またね、Google アカウントで聞いてきますので、はい、このままでよろしければ、これで、はい、続行と押してください。で、そうするとですね、基本情報ということで、まあ、男性ですよとか、あと生年月日、体重、身長とかね、入力して、次へと押してください。はい。で、アクティビティの記録と出ますので、まあね、これはオンにしてあげればいいんじゃないかと思います。はい。で、身体活動データへのアクセスをフィットに許可しますかと出ますので、まあこれもね、許可でいいかと思います。はい。で、アクティビティの目標の設定ということで、まあ目標設定してね、管理することで、まあね、健康管理、体調の維持とかに役立てていただければいいのかなと思いますので、はい、次へと押してください。はい。そうしましたらですね、ハートポイント、ね、強めの運動を獲得する方法ということで出てきますので、はい、次へと押して、で、ここですね、目標を設定してくださいと。まあ、5000から1万歩くらいの間ですね。まあ、私はね、ちょっと目標高めに1万歩ってやってますけれども、まあ、皆さんね、5000でも7500でも、はい、問題ないと思います。で、目標を設定と、はい、押しましたら、はい、あとはね、この画面で、まあ、毎日管理していくっていうことになるんですかね。はい。ね、歩数とか、あとカロリーとかもね、出るようなので、はい、これでね、皆さんの健康増進、健康維持に、はい、役立てていただければいいのかなと思います。はい、ということでね、今回は、ウォークトゥーアンのアプリ、スウェットコインのアプリについて解説してきましたけれども、やっぱりね、コロナだから、まあ、私もね、歩かないかなと思って、結構ね、今まで放置していたんですけれども、逆に、こういう時だからこそ、ね、こういうアプリを使って、まあ、楽しみながらね、体を動かすというね、まあ、そっちの方、ね、発想を逆転させて、まあ、こういうのを使いながら、こう体を動かすということで、はい、ね、健康になりつつ、暗号通貨も稼いでいくみたいにね、やっていけたらいいんじゃないかなと思います。ぜひですね、こちらの QR コードを読んでいただいて、はい、登録していただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。SNS で投稿して、運営して、紹介して稼ぐアプリ、NEXT SPACE です。暗号通貨の総発行枚数の 82% を無料配布し、コミュニティで経済圏を作って、コインの価値を高める面白いプロジェクトです。無料コイン配布は先着1000万人までなので、すぐ登録しましょう。元祖無料マイニングアプリパイネットワークです。世界最大のコミュニティであり、2022年はいよいよメインネットに移行し上場する可能性もあり、パイに価値がつくことになりそうです。まだ始めていない方は今すぐ始めてください。オープンインベスティングカーレンシーオピンカーです。新しいテクノロジーと独自の経済モデルを使用して
投資や強制購入なしで自動的な収入を提供するマルチユーザープラットフォームで使える CIO コインをマイニングできるアプリです。スターネットワークです。1日1回ロケットマークをタップするだけで暗号通貨スターがマイニングできます。2021年9月にスタートしたプロジェクトなので、パイネットワークや P ネットワークに比べてたくさんマイニングできる初期段階です。メタバースプラットフォームエコシステムで使える暗号通貨をマイニングできるアプリ、その名もメタネットワークです。1日1回ワンタップでメタを獲得できます。2月15日にリリースされたばかりの韓国製のマイニングアプリです。未来のデジタル通貨チートムーンネットワークです。24時間に1回タップするだけのマイニングアプリ、2021年12月スタートしたばかりでファーストステージで稼げます。ワンタップマイニングアプリヘキサネットワークです。10分前に広告を見ることで10分間マイニングスピードを2倍にできます。始まってまだ間もないプロジェクトですので、たくさんマイニングできます。コイン X マイニングアプリです。1日1回ワンタップで暗号通貨 CNX をマイニングできます。先着500万人かつ2022年12月31日までのマイニングなので、今すぐ登録してマイニングを始めてください。タイムストープです。韓国初の元祖メタバースマイニングアプリです。時間を暗号通貨に変えるアプリ、1日1回出席確認が必要です。人材ネットワークと暗号通貨を組み合わせた次世代 Web3.0 タレントエコシステムのボンデックスです。1日1回ワンタップでアプリから BNDX トークンをアーニングできます。2022年に IEO を予定している一押し案件です。暗号通貨ステーブルコインスペラックス USD とガバナンストークン SPA を開発しているスペラックスのアプリです。イーサリアムウォレットでスペラックスの XP トークンをアーニングできます。無料でビットコインがアーニングできるアプリエンバーファンドです。1日1回ワンタップで120サトシがアーニングできます。暗号通貨ファンドで資産運用もできます。1日1回質問に答えるだけで上場済みの暗号通貨ハイがもらえます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。打倒イーサリアムを掲げ中国で立ち上げられた TI チェーンです。アプリリリース前に10万人以上に登録された注目度の高い NFT& メタバースアプリです。マイニングで稼ぐ、 NFT を作って稼ぐ、メタバースで稼ぐビットコインレジェンドです。2月に上場予定の PCL をマイニングできます。エアドロップも2月から3回ほど行われる予定で、マイニングアプリのインストールが条件になっています。マーズマイニングです。火星をテーマにしたメタバーストークン MRST がマイニングできます。画面をスクリーンショットしていただいて QR コードを読み取ると解説動画が見れます。無料で稼げるアーニングアプリ大注目のリージョンネットワークです。ゲームして稼ぐ、動画を見て稼ぐ、紹介して稼ぐ、ウォレットを作って稼ぐことができます。2022年2月に IDO で上場の LGX トークンを稼ぐことができます。 NFT を無料でもらうことができるマイニングアプリユニコインネットワークです。マイニングした暗号通貨で NFT を購入することもできます。入手した NFT は NFT マーケットプレイスオープンシーで売ることもできます。 P ネットワーク、1日1回タップするだけで暗号通貨 P がマイニングできます。 P ネットワークのパクリ案件でしたが、ユーザーが1500万人を超えて単なるパクリアプリでなくなってきそうな感じです。30分ごとにフリーホイールを回してビットコインをもらえます。サトシヒーローとサトシモンスター2つのサイトで1時間に4回ビットコインが稼げます。2016年から続いているフォーセットサイトです。1時間に1回ビットコインを掘ってくれるフォーセットサイトビットシャークです。タイトルアイコンはサメですが、ウェブアプリを開くとおっさんがツルハシ持ってマイニングしています。レビューサイトでも評価が高いフォーセットサイトコインティプリーです。1時間に1回暗号通貨と交換できるポイントをもらえます。ゲームやアンケートに答えることでたくさんのポイントもゲットできます。海外ではコインティプリーと並んで上位にランクされているフォーセットサイト
ファイヤーフォーセットです。独自ポイントを稼いで12種類の暗号通貨で引き出すことが可能です。ポリゴンマチックトークンや Z キャッシュ、フレアトークンの3つの上場済み暗号通貨が毎日無料でもらえるフォーセットサイト、パイプフレアです。ポリゴンはイーサリアムに代わる DeFi & NFT プラットフォームで、コインマーケットキャップでもベスト20に入る需要の高いコインです。ブロックチェーンのスケーラビリティを改善する暗号通貨ゼンです。すでに大手の取引所に多数上場している実動している暗号通貨です。公式サイトが無料配布しているサイトから毎日ゼンをもらえます。無料で柴犬トークンがもらえるフォーセットサイト、フリーしば犬 .com です。1時間に1回スロットを回すたびに最大300ドル分の柴犬トークンがもらえます。姉妹サイトでも全部で16種類の暗号通貨がもらえるので全部登録しましょう。フリービットコインです。1時間に1回スロットを回すことで最大200ドル分のビットコインがもらえます。ハイ&ローゲームや宝くじでもらったビットコインをさらに増やすことも可能です。こちらも無料暗号通貨がもらえるサイトを紹介しています。1時間ごとのスロットと Twitter に投稿されるプロモーションコードを入力することで追加でスロットを回すことができ、最大300ドル相当の暗号通貨がもらえます。まだまだ暗号通貨を無料で配っているフォーセットサイトがあります。イーサリアム、ドージコイン、ライトコインがもらえます。他のフォーセットサイトと合わせて1時間ごとにスロットを回しまくりましょう。完全放置で稼げるハニーゲインです。可愛い蜂さんたちが蜂蜜の代わりにお金を集めてくれる、そんな嘘みたいなアプリですが、安全かつ合法な不労所得案件です。クリプトタブや UBA と一緒に24時間稼働がおすすめです。自宅のパソコンでマイニングできるブラウザー、クリプトタブブラウザーです。ユニバーサルベーシックアセットやハニーゲインと一緒に24時間稼働でマイニングするのがおすすめです。ブラウザーでマイニングする暗号通貨、ユニバーサルベーシックアセットです。メタバースおよび将来のデジタル資産の資本となる UBA を無料で提供しています。